3年ぶりの初戦突破を目指す富士見は、去年ベスト4で優勝候補の一角、東九州龍谷との対戦です。第1セット、1年生の渡辺が躍動します。身長180センチ、高さを生かしたスパイクに、このブロック。リードを許した終盤も、キャプテン結衣のスパイクで食らいつきますが、25対18で第1セットを奪われます。迎えた第2セットは中盤まで粘りのバレーで一進一退の攻防を繰り広げます。さらに3年生森が富士見の伝統スタイル移動攻撃、最後まで競り合いますが、相手の勝負強さを前に力及ばず、3年ぶりの初戦突破はなりませんでした。